最弱王決定戦一般常識問題シリーズ一番嫌いな企画です。そうだ、でも一般常識よ。あれだね、一番お父さんとお母さんが悲しむ企画だね、はい、いやなんかもう今自分に知識があると思えない、もうあやふやの知識しかないです今元アナウンサーなのに。いや、アナウンサーが何でも知ってると思ったら大間違いですよ。ということで、はい、今回はねトーナメント形式です。トーナメント、はい、この企画、はい、視聴者の皆さんに、はい、先生と青空君が出るのがすごい好評なんだよ、はい、そうですね、うん、ちょっともう定着してきましたもんね。そう、やっぱこうだからやっぱりこのチャンネルはやっぱ4人で対決しなきゃいけないから、はい、やっぱ俺と袴田さんの勝負だけだったらつまんないじゃん、はい、そうですね。だからトーナメント制で、うん、今週は俺と袴田さんで負けた方が勝ち上がり、うん、で、はい、来週が先生と青空君の一般常識クイズだって俺らにばっかり出すからお前ら知ってんだろうなっていうで、私が間違えると知らないのみたいな感じですから、うん、お前らはあんだろうなっていうのの疑問もあるから、はい、そうですね。で、再来週に決勝戦で、はい、本当にバカ当たるかっていう待って、でもこれ私危ない本当に怖い。ルールは簡単、はい、10問出して、うん、1問でも多く答えた人の方が勝ちですね。はい、で、最後は同点の場合はサドンです。サドンです、はい、うん、っていうところでちょっとどうしよう本当に。心の準備はいいですか？いいよ。第1問。ででん。かぼちゃの原産国はどこ？かぼちゃ？俺はもう2つに絞られてるけど、ここにするわ。いや、私もう全然わかんない。もういいや、これで。絶対違う。はい。大丈夫ですか？うん。せーの。でん。アルゼンチン、かっこペル。フィリピン。正解はカンボジア。あ、全然違った。全然、あ、でも近いよ。あ、まあ確かにちょっと近いですね。東南アジアだからね。そうなの。カンボジアなんや。勉強になるね。はい。いいですか？2問。第1問。CD って何の略？ CD。あれ昔オリックスにいた外国人選手じゃないよ。まああれは DJ だけど。今全然違うじゃないですか。JP もいます。JP パベル。じゃあ、まあ、いやもうこれ違うかもしれない。いくよ。やばい、どうしよう、はい、せーの、じゃん。コンパクトディスク。コードレスディスク正解コードレスディスクって何？コードレスディスクでコードついてるの逆にあんの？逆にあんのコンパクトかだって思いつかなかったんだもん。いきます、はい、これは簡単です、うん、ででクレジットカードのクレジットとは本来の意味は何でしょう？ちょっと待って、なんだっけ。いや、わかんないな。もういいや、私これでいいや。はい、せーの、はい。便利。借り。正解は信用。ああ、そうだ、信用だ。そうだ。うわー、なんで俺、ああ、もう。合ってんじゃん。なんで借りで合ってるんですか？お金との借りだから、信用取るじゃん。いい、全然違います。全然違います。全然意味違います。ブブー。それはない。そりゃないです。いや、なんで忘れちゃうんだろうな。はい。スケトウダラの卵の塩干し品をなんという。多分これだと思う。はい。え？塩干し品って何？もう私もわかんない。はい。せーの。もうタラコ。カラスミ。正解。やったー！やったー！タラコが塩干し品なの？やったー！カラスミはボラだよ。ボラだね。塩干ししてんのあれ。塩干ししてるってこうなってんじゃないですか。じゃあそのまま出したやつじゃなくて。じゃあ第5問。第5問。電話を発明したのは誰？いや、誰だろうなこれ。あーってなると思います。なんで思い出せないんだろうね、こういうの。わかんない、もうこれしかわかんない。もう私ももう発明家の名前がこれしか出てこない。いい？はい、せーの、じゃん。テレフォン。だだー、正解、ベル。あー、ベルだ、ベルだ。うわー、ベル。そう、電話っぽい名前の人だと思ったんだ。だから俺テレフォンです。あかん、早く先行したい。これまずいな。いや、第6問。6問。ダイヤモンドは何でできている？いや、俺これしかわかんないよ。待って待って待って、なんだっけ、ちょっと待ってよ。ちょっとこれ語尾何？語尾。そんなのないから、まあ、ヒントもらうの多いって。いや俺これしか分かんないな。でも考えても分かんないから、もうファーストインプレッションでいこう、はい、せーのじゃん。炭素正解。やったー。すげえよかった。第2。やっぱり金持ちのことは知ってんだ。いただきます。ばい菌のばい、これはどんな意味でしょう。ばい菌のばい。ばい菌のばいって漢字だっけ。ばい。いやわからんな。でもお医者さんですよね。私自身お医者さんじゃないんで。お家は。まあまあね、お茶ね。いやもうこれでいいや。せーの。バイタル。梅。ブブー。正解は紙です。へえ。なんでバイが紙なの？紙を示す感じです。へえ。あと三問。同点。ここでチャンスタイム到来です。これは簡単です。一番問題です。絶対正解してくださいね。いきます。でです。世界で一番多い血液型は何？これは簡単です。これじゃないの？はい。せーの。B。ブブー。O です。O なの？はい。そうなの？はい、O です。おーい、あと2問。いやここで1個は正解しとかないと。これもうコメント欄荒れるよ。なんでこんなのも知らないんやって。いや、分かってます？これは、まあお互い正解にして33で15問までいきたいので、また簡単な問題です。もうやだ。簡単なやつほどできないよ。これまでの日本の歴史上、一番長かった年号は何？年号か。年号の中で、一番長かった年号です。私多分これだと思う。ですか？はい。せーの。昭和。正解。ああ、そうだよね、よかった。俺、江戸じゃないよねと思ってて、でも江戸とかなんとかいっぱいあるけどね、変わってるもんね。変わるので。さあ、いよいよ10問目です。決着をつけるためにも。サドンですよね、ここからは。難しい問題です。オッケー。でね、ラガービールのラガーは、もともと英語でどういう意味？これはよく考えたらわかるかもしれない。わかる？考えたらわかる。言うやん。待って考えたい。ちなみにラグビーではないです。ね、ラガーマン。それはまた関係ない。仕事だけは言うときます。それすら出てこなかった。さあ。ラガー。漢字2文字ですね。あ、漢字2文字なの？漢字2文字で書いてもいいですし、ひらがなで書いてもいいですし、漢字で表記すると漢字2文字です。ヒントです。漢字2文字なの？ラガーの意味がわかんない。やっぱこれやっぱ最初に書いたやつにしよう。絶対違う。せーの、加熱。美味。ブブー。正解は貯蔵。へー。あ、そうなんだ。なんかラガーじゃないのが生だから加熱なのかな。ああ。でもビールって加熱するかなと思いながら。サドンです。はい。全然わかんなかった。世界で最も面積が大きな湖はどこ？面積が大きい湖？はい。湖だもんね。ちょっとね、世界の湖の名前が出てこないっていう。2個思いついてる。全然私もこれだけもういいや、これでいいや。もう分かんないから。しかもこれが湖かもちょっと分かんない。せーの。カスピ海。琵琶湖。正解。湖だ。初めて佐野さんに勝った。これじゃあ決勝進出ですね。決勝進出。おめでとうございます。おめでとうございます。仕方ない。まあでもまだ負けてないからね。そう、今回は佐藤さんが決めたルールで罰ゲームは繰り越しなんで。そうだね。ということで、じゃあ決勝進出佐々木です。お母さん泣いてないよね。ライブやるんですよ。ネットじゃ言えないからライブやるんですよ。残念ながら何でも答えれるんですよ。 YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ。 YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ。いや会場出たら全部忘れてほしいですよね。いや会場出たら全部忘れてほしいですよね。その代わりあの出口出たら忘れてください。ぶっちゃけすぎですよね。ぶっちゃけすぎですよね。使いどころが違うんやーって強制送還です。